2023年6月11日、括弧日曜日、11時23分、函館スプリント函館スプリントステークス2023、エプソムカップ2023、3年間総額19万1000円勝負、開名発表を行っていきまーす。次の動画へどうぞ。では、さよなら。では、さよなら。皆さん、こんにちは。田中龍吾です。皆さん様に報告がちょっとあります。これまで、JRA のインターネット投票画面、サイト、使っていたんですけど、マネージャーが聞いて、JRA に確認してもらったら、使ったらダメと言われたんで、使えなくなりました。で、今後は、紙に書いて、ここら辺に、ステッカーを貼っていきます。ちょっとサンプルで出します。こんな感じで出していきます。で、そうですね。まあ僕はルールブックに、僕はね、田中龍がルールブックに、沿ってるだけなんで、ご了承ください。JRA がこのルールを提示してきたんで、まあ僕はルールブックに乗っかってるだけなんで、見てください。で、そうですね。ちょっともう一つ話があって、僕は予想など、商材など売っていかないです。予想、僕はそういうお金儲けには興味ないんで、そういうお金儲けしなくても生きていけるんで、まあ大丈夫です。で、次は今週の馬券発表です。皆さん、適度に競馬を楽しみましょう。では、さよなら。19万2000円勝負、当てるぞー、今週当てるぞー。こんにちは、RKC 競馬チャンネルです。今から函館スプリント、エプソムカップ、総額19万2000円勝負馬券発表を行ってきます。3年間で19万2000円勝負をやってています。馬券を発表していきます。函館スプリントの馬券を発表していきます。3レーター流し、1着8、2着1、相手4、7、9、11、11、12、14、15、16、タイプマルチ、48点の各500円、の24000円です。オッズの方が 162.6 倍から 1765.9 倍です。次の馬券を発表していきます。同じく、1着8、2着9、相手1、4、7、11、12、14、15、16、タイプマルチ、48点の各500円。24000円です。オッズの方が 1787.5 倍から 61787.2 倍です。次の馬券を発表をしていきます。函館スプリント3連単流し、1着8、2着11。相手、1479、12、14、15、16。タイプがマルチで、48点の各500円、24000円勝負。オッズの方が、オッズが 1349.5 倍から最高オッズ 41797.2 倍です。
次の馬券、次は8と10、3年間流し。次の馬券発表していきます。3年間流し。1着8、2着15、相手1479。1着8、2着15、相手1479、11、12、14、16。タイプはマルチ、各48点の各500円、24000円勝負です。オッズの方が 162.6 倍から15446.8倍です。函館スプリントは96000円勝負になりました。次はエプソムカップの馬券を発表していきます。エプソムカップの馬券を発表していきます。エプソムカップ2023の馬券を発表していきます。3連単流し、1着3、2着5、相手1248で、9、11、12、15。タイプマルチ。48点の各500円。24000円。オッズの方が 59.4倍から2327.7倍です。次の馬券を発表していきます。3連単流し、1着3、2着8。相手1245。9、11、12、15。タイプマルチ。48点の各500円。24000円勝負です。オッズの方が 326.9倍から9144.9倍です。次の馬券を発表していきます。3連単流し、1着3、2着11、相手1245 8 9 12 15。タイプはマルチ。48点各500円、24000円勝負。オッズの方が 434.0 倍から13,833.8倍です。次の馬券を発表していきます。3連単流し、1着3、2着15、相手12458911242。48、9、11、12。タイプマルチ。48点の各500円。24000円勝負。オッズの方が 58.4倍から、1496.5倍です。馬券、改名発表は終了しました。総額、函館スプリント、エプソムカップ、総額192000円勝負です。まあ、レース後、結果発表を行っていきます。改名、192000円勝負の、改名発表でした。では、さよなら。また、レース後、結果発表を行います。では、さよなら。